ロバート・ロイ・マグレーガーは、スコットランドの英雄、義族として知られる人物。通称のロブロイは、赤毛のロブを意味し、スコットランドのロビンフッド、赤毛のロバートとも呼ばれた。スコットランド、グレンガイルのカトリンコ付近で生まれる。地域で巧妙な牧畜業者となるが、ある時地域の貴族が、牛の購入のためロブロイに高額な出資をするが、この資金も牛も返還されないという事件が起こる。 そのため、彼は、アウトローの楽園を押され、家や財産を没収され、逃亡生活を送る。その後仲間や家族を失い、ジャコバイトの軍に参加し、政府軍と対峙するが、最終的には降伏し、恩赦を与えられている。後に、ウォルター・スコットの小説に描かれたことから、現在における貴族と戦う庶民の英雄のイメージの元になった。ロブロイという名のカクテルがある。 1971年、ロブロイという名の赤いバラが、イギリスで作出された。ロバート・ロイ・マグレガーを題材とした、リチャード・トッド主演の映画、豪族の砦でが1953年に、リーアム・ニーソン主演の映画、ロブロイ、ロマンに生きた男が1995年にそれぞれ公開された。競争場の全ロブロイの名前の由来、ありがとうございます。